石臼、石臼、石臼とは、石製の臼のこと。石臼は、石でできた臼であり、様々な素材を引いて、粉にするための道具である。石臼は、上下一体のペアで使用される。一般に引き石臼では、下部の静止した石が、固定臼と呼ばれ、上部の稼働する石は、回転臼と呼ばれる。中央の穴は、投入口、物入れと呼ばれるもので、 ここから穀物などが薄の内側に送られる。また、脇に引き手の差し込み穴があって回転薄を回すことができる。こうした石薄は新石器時代に穀物を粉末に引くために最初に使用された。この意味では、この時代の石薄は考古学の研究対象ともなり、考古学的な意味での石器でもある。新石器時代や後期旧石器時代の人々は、 石臼を使って穀物、好み、根菜などを粉引きしてから作った食品を消費していた。後年になると食品だけでなく、顔料や精錬前の鉱石を粉砕する目的でも石臼が用いられるようになった。こうした石臼には引臼とき臼がある。西洋の石臼はサドルカーンと呼ばれるスリウス。スリウス、学術的には石皿から始まり、 やがて、紙石を手動で平行回転させるロータリーカーンと呼ばれる手引石臼が出現する。その後、手動ではなく動力を用いた引石ことミルストーンが開発される。日本に回転式の引石臼が伝来したのは、日本初期によると7世紀頃と言われており、鎌倉時代から室町時代にかけて抹茶を引く道具として上流階級に普及した。 石膏の技術の発達とともに、江戸時代には民衆にも普及した。現代でも石臼は使われ続けており、電力供給をあまり当てにできない地域などでは、石臼は今も粉にするための主要な方法である。また高速回転の刃で粉にして風味が落ちてしまうような上質の食品では、 あえて高速回転の葉は避けて、高速回転陣によって食品が瞬間的に高温になってしまうのを避けて、石臼で粉にする方が高く評価されることも続いている。例えば茶の名産地の宇治の抹茶は、現在でも石臼によって茶葉が引かれて、石臼引き抹茶となっている。石臼で抹茶を作った方が香りが良く、最高の抹茶は、石臼引き、という評価になっている。 昔との違いといっても、昔は動力が手動で石臼を回していたところを電動機、電気モーター石臼を回すようになった、というくらいの違いでしかない。紙石は一般的に、多面形状で、下石は、突面形状である。古いール語のことわざに、回転臼が凹んでいるとき、引き石臼は最高の成果を上げるとあり、上は、凹面で、 下が突面というのが望ましい形である。時々ンズが木片、または別の素材として存在し、中央の時空気機構として機能しつつも、穀物などを粉砕面に供給できるようになっている。紙石には物入れの周囲に隆起した縁取りの杯上状領域があるものもあった。大半の回転薄には上面に引き手の穴があり、利用者は棒を垂直に立てて使うことで、 スを回転させることが可能となる。物入れに投入された素材は、紙石と下石の接触面の回転による摩擦で砕かれる。日本では佐渡地方などを除いて、半時計回りのスである。接触面には4から8分割の目が刻み込まれており、上スの物入れから投入された原料は、円周の外側に向かって進みながら、剪断や摩擦により粉砕される。 関東や九州では六分割、西日本には八分割のものが多い。引き石臼に最適なタイプの石は玄武岩のような火星岩である。これらには自然な粗い表面があるが、穀物は容易に分離しないので、粉末になる素材が素流にならない。しかし、そのような岩石が常に利用できるわけではなく、砂岩、軽岩、石灰岩を含む。 多種多様な岩石から石臼が製造されている。南レバントでは玄武岩の石臼が他の岩石から製造されたものよりも好まれたことがラターの調査により判明している。彼の主張によると玄武岩の手引石臼は長距離輸送されたものだったので日々の実用的な機能にもかかわらずステータスシンボルとしても使われていたという。石臼は 世界中の多くの文明で材料を製粉するために使用され、中でも欧米ではパン作り用の小麦粉を作るために穀物を引くカーンストーン、手引きの石臼が最も重要だった。機械化された形の製粉、特に水車と風車が出現した時に、それらは一般的にミルストーン、引き臼と置き換わり、動物が引き臼を操作するのにも使用された。しかしながら、 西洋以外の文化地域では手引きの石臼が現在でも製造されて普通に使用されていることも多く世界各地にて機械化への転換がなされるのは20世紀頃である。マヤ文明の初期に西溜マりゼーションの工程は硬くて熟したトウモロコシを水と石灰で煮た点が特徴的だった。そのようにして西溜マりを製造し、 それを目立てと呼ばれる石皿の上ですり石を使ってすりつぶすことにより平たいパンケーキ用の無発酵生地を作った。少なくとも1万年前、中国では小麦を小麦粉に製粉するのに手引きの石臼が使われた。手動で小麦をこすることによる小麦粉の製造には数時間かかった。中国では新石器時代にサドルカーンが知られていたが、回転式の石臼は 戦国時代まで出現しなかった。民族史的証拠やメソポタミアの文書によると、穀物はもちろんだが、好み、種子、果物、野菜、ハーブ、香辛料、肉、樹皮、色素、粘土など様々な食品や無機物質が、石の引き薄や突き薄使って加工されたことが示されている。さらに、手引き石薄を分析したある研究で、一部の薄が、 それらの元になった岩石とは異なり、ヒ素やビスマスの痕跡があったり、アンチモンのレベルが岩のものより十倍高いことが示された。これはおそらく、医薬品、化粧品、染料の製造、または合金の製造においてさえも引き石臼を使用していたためだと、その著者たちは結論づけた。最高採掘後の金属鉱石の粉砕には石臼が広く使用された。その目的は、 精錬の前に、例えば戦場によって分離させることが可能な微細鉱石の粒子を有利させることにあった。そのため古代の金採掘でそれらが広く用いられた。暴力に用いられた例が、四式に記載されている九時五十三分 NRSV、その女性がアビメレクの頭の上に引き薄の上石を投げつけ、頭蓋骨を砕いた。ノッキングストーン。 少量のシリアル製造に使用されたものだが、最初期の形態のサドルカーンに該当するものとされる。これまでで最も昔のものは、シリアのテルアブフレーラで、紀元前約9000年に遡るものが発見されている。その後の発展は、回転式引き薄であり、いくつかの形状がある。サドルカーンは日本で、倉形石皿と訳され、石薄というよりも石皿の範疇である。 手で持つスリーシを押し引きする平行な陽道、または天道により、中央部がすり減って、蔵のように見える状になる。古代で最も広く使用されたタイプであり、紀元前5世紀から4世紀に、もっと効率的なロータリーカーン、回転式引き薄に置き換わっていった。サドルカーン用のスリーシは、一般的には、大体いい円筒型で両手で使用されるか、または半球型で片手で使用される。 これはすりつぶし動作だけでなく粉砕運動を提供し、小麦など爆芽粒を粉砕するのにより適している。爆芽系ではない穀物でサドルカーンから粉末を製造することは容易ではない。その名前が示すようにロータリーカーンは材料をすりつぶすのに円運動を利用しており、これは紙石と下石の両方が一般的に円形だったことを示している。ロータリーカーンの紙石は サドルカーンのすり石より、はるかに重く、爆買い外の穀物を粉末にすりつぶすのに必要な重量を提供している。場合によっては、石の検索面が互いにぴったり合っており、紙石はわずかに黄状で、下のものは突状になっている。このタイプでは紙石が半球形、またはパンの形をしていて、検索面まで穴から落ちてくる穀物を保持するための、塩水、ホッパー。 物入れを中央に備えている。それは、底石の中央の穴に合うピボット、回転軸となる視点で定位置に保持される。また、紙石には、傾斜がきつい面に水平な深い差し込み穴があり、そこに、紙石を回転、または振動させるための引き出として使われる菊儀が、据えられる。これが、ブリテン諸島に現れたロータリーカーンの最初期型である。それは、鉄器時代の半ば、 紀元前400から300年頃にイギリスに到着し、おそらく紀元前2世紀しばらく後に、スコットランドからアイルランドの北半分に広がった。調節可能な円盤型のロータリーカームは、蜂の姿より大きくて平らで円盤状の石臼である。下石は完全に穴が開けられ、紙石の上面にある浅い差し込み穴に入れた長い引き出で回転した。 それらは2500年前にスペインで生まれたと考えられており、紀元前200年頃にスコットランドに到着したようである。この鉄器時代型は有志時代にもまだ使われていた調整可能なハインドの引き石薄によく似ている。ガーネットは1800年のスコットランド旅行で、鉄器石イの使用について次のように説明している。引き薄は直径約2 0インチの 一般的に砂岩、または花崗岩の二つの円形の石でできている。下石には、上部が丸まった木くぎがあり、この上にある紙石は、上部の大きい穴で固定された木片によって、下のものと、まさに触れ合うよううまく、バランスが取れており、しかしそれは穴を埋めてはおらず、引き場を供給するための空間が、それぞれの側に残されている。石臼は、とてもよく、バランスが取れていて、中に、 トウモロコシがない時だと、二つの石の接触から若干の摩擦があるが、それでも非常に小さい運動量で幾度か回転する。トウモロコシが乾燥すると、二人の女性が地面に座り、二人の女性の間に引き薄が置かれた。一方がトウモロコシを投入して、もう一方が石薄を回す。ケルトの曲をずっと歌いながら、時々お互いに入れ替わった。 直径 200mm 以下で大雑把な外見から丁寧な仕上げまでと多彩。垂直な引きでの差し込み穴を備えていることが多く、過去には重りなどとして見過ごされてきた新しい階級の引き薄が確認されている。あらゆる点で、それらはフルサイズの引き石薄のようであり、それらは少量の種子、鉱物、ハーブをすりつぶすために使用されたことを示す。 典型的な摩耗の兆候が見られる。それらが玩具として作られた可能性については低いと見られている。ミルストーンは小麦や他の穀物を引くために動力を用いた回転式の石臼で、日本語では引き臼と記される。回転臼と固定臼からなるペア構造や特性及び用途は手引きのロータリーインと同様である。ただしミルストーンの回転臼は、その駆動機構、 風力、水力、張力などとつながっている主軸、またはスピンドルの頂部にある瞑スヘッドに固定されたリンズという十字型の金属片で支えられている広団の名称図参照。ミルストーンを作るのに最も適した石の種類はブーアストンと呼ばれる形質岩、ざらついた質感の多項質だが硬くてきめ細かい砂岩、あるいは経過した化石を含んだ石灰岩である。 英国で使用されたミルストーンにはいくつかの種類がある。ヨーロッパではさらに別の種類の石臼も使用された。こちらは英国では一般的でなかった。引きスの表面は主孔と呼ばれる深い溝によって分割と呼ばれる別々の平たい領域に分割されている。朱溝から離れていくと福溝と呼ばれる小さな溝がある。溝は 材料を引くための刃先の役目をするとともに、引いた粉を石臼から地面に向かわせやすくしている。溝と分割は目と呼ばれる繰り返しのパターンで配列される。典型的な引き臼は6または8の分割となっている。角臼の表面には目のパターンが繰り返されている。それらが向かい合わせで置かれる場合、そのパターンが一種のすり合わせ運動で噛み合って、 石の剪断や検索といった作用を生み出す。常日頃から使う場合、石は定期的に溝掘りをする必要があり、すなわち切断面を鋭く保つための掘り直しを行う。引き薄は均等にバランスを取る必要があり、そして薄同士の正しい隙間、含みを取ることが良い品質の小麦粉を生み出すためには肝心である。穀物は重力によってホッパーから 供給州に供給される。州は、空受け石の上にある攪拌機、ダムゼルの向かい側にある、州ハンドルによって動かされ、そのシャフトが回転ウスを動かす。この機構は、供給を回転ウスの速度に依存させることによって、ミルストーンへの穀物供給を調整している。穀物は供給州から、回転ウス中央の藍と呼ばれる穴を通って落ち、回転ウスと、 固定渦の間で引かれる。引かれた粉は横にある、ス同士の隙間から出てくる。渦の外枠は床に、小麦粉が落ちるのを防ぎ、代わりに袋詰めや次なる処理ができる場所に、中出口が取り付けられている。回転渦は、スピンドル軸受け状の十字型をした、金属製リンズで支えられている。スピンドルは、テンタリングギア、レバーシステムを形成する一組の量、または、 スクリュージャッキによって保持され、それによって回転薄をわずかに上下させることができ、薄同士の隙間を調整することができる。回転薄の重量はかなりのもの、最大 1500kg で、この重量が多項質石に起因する切削作用及び、粉砕プロセスを引き起こす溝パターンと組み合わさっていく。水力で動かす一部の引き薄などは、 約 125rpm で回転する。特に風力で動かす、引き薄の場合、回転速度は不規則になる可能性がある。高速になるほどより、多くの穀物が供給州から薄に供給されて、その速い回転速度のためより早く穀物が薄を、でくることになる。天部では、薄同士の間の隙間を減らす必要があり、回転薄の、より大きな重さが穀物を押し下げ、 かつ検索作用を高めて塗流が荒くなりすぎるのを防ぐ。そのことが引き薄の負荷を高め、それで引きを遅くできるという利点も加わる。逆に穀物があまりにも徹底して製粉されてしまう場合、不適当なら回転薄を上げなければならないこともは、いずれにせよ、粉砕の最中に石薄には決して触れるべきではなく、それをやると薄が急速に摩耗する原因となる。 回転薄を上昇加工させる工程は、幅出し、テンタリングなどと呼ばれる。多くの風車では、テンタリングギアに遠心調速機を追加することで自動化がされている。粉砕される穀物の種類及び利用可能な力に応じて、供給収の各反量を変更したり、ホッパー出口のサイズを調整することにより、ミルストーンは薄に送り込む。 穀物供給量を事前に調べすることが可能である。ミルストーンによる製粉は、製粉型段階で行われる、現代の大量生産におけるローラミルとは、対照的に一段階の工程である。ヒキーシウスの他の形状には、ホッパーラバーやポンペイのヒキウスがあり、いずれも古代ローマ人に使用された、大型の回転式ビキーシウスは、 通常、紙石に取り付けられた木の延長アームを介して、ロバや馬によって動かされた。追加で彫刻が施された多くの紙石が発見されているが、装飾は必ずしも実用的な機能目的と切り離せるほど単純ではない。デザインは、円運動時の紙石の外観に注ぎ込まれており、種子を粉末に変える、ある種の変容魔法のような石臼の機能がこの、 家庭用物品に敬意とステータスの両方を生じさせているのかしれない。アイルランドで発見された3つの蜂の姿ヒキーシウスにはラテーヌ町の装飾が彫られており、イングランドやウェールズ出土品にもその例がある。差し込み取っ手がついた手ヒキーシウスの多くは物入れや引きでの差し込み穴を囲むモチーフの基本パターンに沿った装飾となっている。一部には物入れを囲む 不規則パターンの装飾がされたイシュースもある。スコットランドのドゥなどでは紙石に十字架が掘られた、引きイシュースが発見された。その十字架は、期限を遡ると、最終的には5世紀や6世紀のローマ及びビザンチンの前身に形状の雷がある。このイシュースは、コストを反映して、その象徴的価値及び社会的意義を高めた、高品質な仕上がりがされている。 この十字架はトウモロコシや結果生じる粉末をサビ菌目やバッカク菌などの悪者から保護する魔除け的なためだった可能性がある。様々な伝説外シウスに奇跡的な力を与えて埋葬用の石棺や破壊士として再利用されたものがいくつか見つかっている。イシュースと埋葬の関係は生活の主食であるパン作りの工程で使用される子におそらく理由があり。 そのため壊れたり使われていない石臼が死の象徴とみなされた可能性がある。アイルランド・オファリー州アスローン近辺のクロン・マクノイズでは墓石に作り替えられた石臼が発見され、そこには装飾の他人物名セクネ・ザッチが西暦928年に死去と掘られていた。アイルランドにあるスカーコの古城住居クランノグで大型の石臼発見された。9世紀に ウェールズの修道士年ニュースは、同国の歴史、ブリトン人の歴史を表し、そこで彼は、英国の十三の不思議を挙げており、その中に日曜日以外は絶えず成分する、モシュリンの石がある。それは、地下で作業していると聞こえてくるもので、現地の名前、オーシャンブレイン、ゲール語より翻訳すると、引きスの平原は、それを叩えたものかもしれない。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。